そうですね、特に最終コーナーの手前のですね、はい、12、13コーナーあたりですね、もうアウト側の土手といいますかね、の上はもう観客でいっぱいですね、はい、こうなんか人が崩れてきておかしくないような入り方をしていますよね。そうですね、日本ですとやはりグランドスタンドの方からお客さんというのは入っていくものなんですが、やはりスペイン人は安いところから埋まるんだと、入場料の安いところから埋まるんだなという話もあるようですけれどもね。さて 250cc クラスの決勝ですが、それでは予選の結果から見てまいりたいと思います。グリッドをご紹介いたしましょう。ポールポジションはマッシミリアーノ・ビアッチが獲得しました。今季初のポールです。日本の原田、最後に逆転されてセカンドポジションに甘んじています。カピロッシ、レジアーニ、ここまでがフロントローです。グリッド2列目、ジャン・フィリップ・ルジア、青木信厚6番手、久々の好位置です。プーチ、岡田忠之が8番手、3列目にはブラドル、ボシャール、地元のカルドゥース、そしてヤマハのキリと並んでいます。4列目、プロッタ、シュミット、地元スペインのダンティン、そしてツーレンベルグが16番手、5列目にはシッター、そしてコシンスキーの後釜となりますクレファーが予選18番手、パトリック・ファンデングールベルク、地元のペドロ・リーバ、これはファンボルハのピンチヒッターです。6列目にはマウレル、そしてハエンゲリ、プレーニング、ユルゲン・ファンデングールベルクが並んでいます。7列目、ワイルドカード、スポット参戦のアレックス・シレラ、カスナー、グラミーニ、ジャンピエール・ジャンタ、8列目にはジャン・ミシェル・バイル、ボデリエール、ワイルドカードで登場のオスカル・サインツ、そしてフォルカー・バー、9列目にはマッシモ・ペンナキオリ、グリッド9列33台で決勝を争います。なお予選28番手、ジレラワークスのパオロ・カソーリですが、土曜日のフリー走行で転倒、左手そして左腕を痛めまして決勝には出られません。さあ、まもなくウォーミングアップが始まります。 GP2250cc クラスの決勝、いつものようにウォーミングアップを利用いたしまして八代さんにコースの解説をしていただきたいと思います。はい、まず、スタートをしますね。はい、まあ、このストレートはですね、1キロちょっとありますので、250でだいたい最高速は260キロ前後出るということです。はい、そして、6速の後2速に着岸して1コーナーですね、右に回ります。そして、まあ、人によっては、2、3とこう切り返すんですけれども、はい、この辺りで、まあ、2速から3速に上げるということですね。でここ、3コーナーですけれども増速しながら登っていきます。まあ、250ですと3速ですね。はい、そしてここは坂なんですけど、坂を駆け上がっていきまして、ここからフラットになります。ここは、4コーナーですね。はい、ここから若干ですね下りに入ります。まあ、ギアは、2速から3速にシフトアップしていきますね。そしてここで下りに入ってきます。まあ、ここは5コーナーなんですけれども、まあ、ギアは1速ですね。そしてここのヘアピンを過ぎたあたりですね、こうぐーっと下っていきます。2速、3速、4速までシフトアップして下り切ったところで2速にシフトダウン、そして左に、マッシュを抜かして右に切り返して今度は急激な上りにかかります。ここは3速ですね。はい、そして上り切ったところで右コーナーですね。この立ち上がりが非常に難しいですね。そして3速で加速をした後 10、11とこう試験場にコーナーがなってますね。そこを、はい、3速のまま通過して坂を下ります。そしてここが、12コーナー、まあ、大きな R の左コーナーですね。そしてここからまた上りにかかります。そして3速で加速をした後、13コーナー、右コーナーですね。ここで若干上りにかかります。ここは結構回り込んで、いますし路面が荒れてますんでね、ライダー非常に難しいと言ってました。そして、14コーナーを下ります。今見、画面見えの上側が14コーナー、そして下側が15コーナーですね。最終コーナーになります。はい、13コーナーのところで八代さんお話ありましたけど、ちょっと画面路面が荒れてるところが本当にあるようですね。ライダーがそういうふうに言ってますね、みんなね。セッティングが、まあ、そこら辺がですね、セッティングを出すのが非常に難しかったというふうに聞いてますね。はい、そして今回はビアッチがポールを握っています。 GP2 は今年ここまでカピロッシが3回、そして原田が2回、ロンボニが2回ポールポジションを獲得していますが、今回はビアッチがポールです。ロンボニはご承知のようにアッセンでの転倒で足のすねを骨折しました。復帰は早くてドニントンと言われています。そのドニントンもちょっと難しいという声も上がっています。足のすね、太い方細い方両方の骨を骨折してしまったというロンボニです。
さあ各マシーンがグリッドに戻ってまいります。マーシャルカーも帰ってきましたね。はい、全てのマシーンが今ようやくグリッドに着きました。オールクリア。レッドフラッグが退去します。レッドシグナル点灯。排気音が高まります。さあグリーンシグナル一斉にスタートです。インスタートを切っていったのはカピロシカ、そしてリアチもインスタートだ。カピロシカ、カピロシカ、岡田もいいところですね。岡田もいい線、はい、いますね。岡田が4番手でしょうか。さあホールショットを奪ったのはロイス・カピロッシ。原田は5、6番手でしたでしょうか。カピロッシがトップ、そしてビアッチ、プーチ、その後ろ岡田です。そして1人挟んで原田のようです。そうですね、原田は現在6番手。アプリリアマシンがレジャーインですね、ですね、はい、13番のアプリリアです。トップはカピロッシ、そして2番手ビアッチ、3番手プーチ、4番手に岡田。アプリリアのマシンはレジアーニ、そして原田もいます。トップはカピロッシです。前回ついにこの GP2 クラスでの初優勝を果たしましたカピロッシがトップ、そして今回ポールのマシミリアのビアッチが続いています。そして3番手プーチ、4番手に岡田、まあ、プーチにとっては地元スペインということになります。この GP2 クラスはスペイン人7人がワイルドカードを含めまして登場しています。青木の5月はビアッチトップですね。青木の5月はどのあたりにいますかね。予選6番手、まあ、ヨーロッパに来て最高位の予選ポジションだったんですが、前の方に姿は見られません。ビアッチがトップ、そしてカピロシが2番手、プーチ3番手、岡田の4番手は変わっていません。5番手レジアーニ、そして6番手に原田です。このペプシのゲートの下を抜けて、ここが最終コーナーです。15コーナー、大きく膨らんだビアッチ、そしてカピロシ、3番手はプーチ、4番手には岡田。今グランドスタンド前を通過してまいります各マシーン。原田が今ちょっと足を出しています。原田が足を出しています。スローダウンだ。原田スローダウンだ。原田がスローダウンだ。原田がスローダウンです。予選で1分50秒731ビアッチに肉薄するタイムを出していました原田。1周目でスローダウンです。トップビアッチ、そしてそれを追ってカピロシ、カピロシが前に出そうですね。いやビアッチかぶしていきます。ビアッチ、カピロシ、そして岡田というトップ3です。青木のブアツは現在11番手あたりを走行しています。トップはビアッチ、そして2番手にカピロシ、3番手岡田、4番手プーチ。しかし安野さん、はい、原田のスローダウンはびっくりしましたね。あれは確実にマシントラブルですね、レースの復帰は難しいと思いますが、はい、ビアッチがトップ、カピロッシ2番手、3番手に岡田、4番手プーチ、5番手レジアーニに続いています。そしてその後ろはダンティン、カルドゥース、ブラドル、ジャンフィリップルジア、キリ、日本の青木は11番手。ビアッチがトップです。そしてカピロッシを後ろからつついている感じの岡田。岡田も予選初日はサスセッティングにかなり苦しんでいるなんてことを言っていたんですが、決勝では好位置をキープしています。ビアッチがトップ、そしてカピロッシ2番手、岡田3番手、プーチ4番手、レジアーニ5番手、トップ5です。さあコントロールラインを通過してレースは3周目に入ります。ビアッチ、カピロッシ、岡田、プーチ、レジアーニ。これは先ほどの原田のスローダウンですね。まあ、これも風にベース諦めましたね、原田がなんと1周でリタイアです。なんとも日本でテレビをご覧の皆様にとってはなんとも言えないところからご覧いただくことになってしまった。おっと、1台コースアウトだ。1台コースアウト。